今回地獄の二の腕痩せトレーニング、これを紹介していこうと思っております。固まってる筋肉をほぐさないと、もうね、全然燃えてこないんですね。 28.5 です。はい、さあこんばんは、川島です。今回の動画ですね、二の腕痩せ、前回、1年前ですね、8月に出した、二の腕痩せ動画、これね、バズりましたけども、今回ね、最新バージョンを持ってきました。今回お伝えするのが、地獄の二の腕痩せトレーニング、これを紹介していこうと思っております。3分間で今日はね、作ってきました。で、今回ね、整体師なので普通に運動するのもね、やっぱりいいんだけども、今回はさらにですね、その前にまず代謝を上げないと実はね、二の腕ってのは燃えません。なのでまずね、しっかり固まってるその上腕三頭筋をしっかりほぐしていかないと全然実はね、使えてこないんですよ。なのでまずはしっかりまずその上腕三頭筋をほぐす、そのほぐし方をまずレクチャーしていって、そこからさらにレベルアップした運動方法をまずは教えていって、最後に追い込んでいこうと思っております。早速やっていきましょう。ではいきます。はい、で今回ね、お伝えするポイントはやっぱりね、上腕三頭筋ですね。この上腕三頭筋っていうのはやっぱりね、この二の腕の筋肉、クリスマの筋肉なんですけども、この筋肉っていうのは実はあまり使ってません。普段から使ってないことによって、この部分に脂肪がつきやすくなってます。で、ある程度やっぱ筋肉っていうのは、これから使ってないと代謝が下がりますので、この代謝が下がった部分にお肉がつきやすくなってくるといったメカニズムなんで、まず一回使いやすい筋肉にするためには、固まってる筋肉をほぐす必要があります。それが二の腕ほぐし。まあ、それ簡単で、まず二の腕をこんな感じでセットしてもらって、肘のね、肘のちょっと上ぐらいで、この辺から骨がね、こうあると思うんですよ、骨が。骨があったら、その部分を下にね、グッとこう、握る。握ると、このグリッとした硬い部分があると思うんだけども、これが上腕三頭筋って筋肉ですね。で、この上腕三頭筋をしっかりほぐしてから運動をすると、かなり効率よく痩せますので、実際に測ってやっていきましょう。じゃあ、まず測る場所。測る場所は、肘の部分から15センチ部分を測っていこうと思います。はい。今現在が29センチです。29センチが今のサイズですね。はい、ここから絞っていこうと思っております。やっていきましょう。はい。ではですね、まず、肘のちょっと上から、この辺から、ぐっと握って、ほぐしていきます。筋肉を揺らす感じですね。これで、筋肉がしっかり剥がれて、代謝が上がってきますので、で、これを30秒間やったら、次に、肘をですね、後ろにこう回してもらって、この状態、手をですね、肩の後ろ、あとこの後ろですね、ここをしっかり握る感じ。ちょっと軽く、ここは握るのがダメです。この辺を握っておいてもらって、この状態で、反対側の手で後ろにこうグッと引っ張るとこんな感じですね。そうするとこの上腕三頭筋がすごい伸びてくれます。30秒やっていって、で終わったら次に運動で燃やしていきます。運動の仕方がですね、簡単で、前回ねお伝えしたこの運動で、なおかつ回しましょう。はい、グッと引きながら後ろに回す。これでまず1分間ですね、1分間やっていき、プラス1分間で前回と同じように肘をこう上げて、肘をこう伸ばす、伸ばす、伸ばす、伸ばす。この運動で1分間やって、合計3分間の地獄の二の腕運動をやっていこうと思っております。では、じゃあ、いきます。3、2、1、5。OK。まずはほぐしていきます。まずは、しっかり二の腕をほぐしていきましょう。まずね、このしっかり固まってる筋肉をほぐさないと、このね、全然燃えてこないんですね。なので、この痛い部分ですね、痛い部分のところにほぐしていきましょう。上腕三頭筋って筋肉ですね、まあ、こんな感じでほぐしてもいいです。こんな感じでグッグッグッと4、3、2、1。 OK、 次はストレッチです。後ろに回し、後ろをつかみ、グッと後ろに肘を倒して持ってきます。肘部分を後ろにこう持っていく感じですね。そうするとこの上腕三頭筋部分がしっかり伸びる感じを感じるかと思います。これでやっていきましょう。グーッと伸ばして、でどん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 後ろに伸ばしていきます。どん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 ゆっくり伸ばしていって、しっかり体重を上げていきましょう。5、4、3、2、1。 OK、 1分間次運動いきます。回します。これポイントはですね、後ろにしっかり引く、後ろに引きます。ギュッギュッギュッ、そしてしっかり肩甲骨を寄せて下に下げます。ギュッギュッと下げます。さあ追い込んでいきますよ。しっかり肩甲骨の内側と二の腕付近に引く感じをね、感じながらやっていきます。大きく回す、肘を大きく回す。きつい。しっかり肘をね、肘をしっかり大きく回して、
4、3、2、1。 OK、 ラスト、肘を伸ばす運動ですね。これはしっかり肘を伸ばすのがポイントです。ピッ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 と、体幹の達人を上やってる感じですね。はい、やっていきましょう。しっかり伸ばすのがポイント。しっかり伸ばす、伸ばす。で、なるべく早く。さあ、頑張って。残り25秒。さあ、熱くなってきましたね。そう、燃えろ燃えろと、燃えろ燃えろとしっかり考えながら、ラスト10秒、ラスト4、3、2、1。 OK、 終了です。 OK、 はい、じゃあですね、早速サイズを測っていこうと思っております。なかなかきついですねこれね。で、これは低負荷高回数なので筋肉はつきません。さっきの場所ですね、15センチ部分から測っていこうと思います。ここから測っていきます。さっきが29センチでした。今が 28.5 です。はい、 0.5 センチですね。 OK です。まあ、前回の動画よりもまあちょっとしんどいんですけども、ポイントはですね、前回と何が違うかと言いますと、マッサージをしっかりしないと筋肉はね燃えませんので、必ず固まったね、この上腕三頭筋をほぐしてから、必ずね燃えやすい筋肉を作ってトライしてみてください。ということで、お疲れ様でした。こんな感じでねやっていくんですけども、実はですね、ここから先続きがあります。実は上腕三頭筋っていうのは結構長い筋肉で、まあ、この辺とかをね結構ほぐしていったんだけども、この前側の部分、この部分をほぐした方が実はね効果があります。で、しかもなおかつこの前側の部分でもツボっていうポイントがありまして、比重がねここの前側の部分の方が結構膨らんでるんですよ。で、その上腕三頭筋ほぐし方結構ね特殊でして、普通にこうほぐすよりもまた違ったほぐし方が実はありまして、そんな、もうちょっと効率でほぐす方法をねまた下の概要欄に貼ってまとめてますので、下の概要欄からそのオンラインの美容室の方に入ってもらったらですね、もうちょっと詳しくね効率よくねほぐし、もっと効率よく細くなるマッサージ方法をねレクチャーしてますので、ぜひ、ね、興味がある人はチェックしてみてください。ちょっとね上級編になります。ではこんな感じでぜひね美容室もやってますのでチェックしてみてください。 Twitter、Instagram もチェックの方よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。こんな感じで川島式整体と川島式小顔矯正を受けれる店舗が宮崎と東京にありますので、興味がある人はぜひホームページをご覧ください。